平成最後のオールスター戦、ジャイアント馬場没20年追善興行王者の魂、 2.19 両国国技館大会をお届けしてまいります。さあ両国が一つになった馬場の永遠のライバル、燃える闘魂アントニオ猪木の入場です。猪木コール、猪木コールの大合唱に乗って猪木が入ってまいりました。1979年のオールスター戦以来およそ40年の時を超えて、馬場と猪木2つの巨星が交わります。1960年、同じ日にデビューした両雄、馬場という存在があったから猪木は闘魂を燃やし続けたのです。猪木が祭りの始まりを告げる、さあ燃える闘魂アントニオ猪木です。アントニオ猪木様より皆様にご挨拶でございます。元気にします。元気になれば何でもできる。元気があれば送り人もできるということで、バルダムも20周年ですかね、20周年、20年ごと、早いもんで、まあ、大体20年経つと忘れられてしまうんですが、今日はこのように会場にね、たくさんの方が駆けつけてくれてありがとうございます。ジャイアント馬場になり代わってお礼を申し上げます。話せば今日は猪木のトークショーで2時間やりたいと思ったんですが、最後にですね、入院される前によくあるホテルのロビーで顔を合わすんですが、そこですれ違って立ち話をした時に、お前はいいよな、何がいいのか分かりませんけどね、私がいつも挑戦し続けたんで馬場さんも困ったろうなと思うんですね。で最後に来た手紙がサンズの川で待っているという、挑戦を受けるべきかどうか、逆に私が困りましたけどね、でもだんだん年を取るのはしょうがないなと、私もそろそろ送られ人になりそうかなという、その時はせめて10年ぐらい経っても覚えておいてもらいたいなと思いますけどね、何はともあれ若い選手たちがいっぱいさっきも控室に挨拶にしてくれましたが、知らない選手たちもでもやはり、格闘技プロレスというのは永遠だと思いますんでね、形は変われども、これから50年100年もっと何百年先にも続いていくと思いますが、その一つはやはり伝統という大事なスピリットというか、それをねつなげていっていただきたいと思います。ということで話が長くなるとあいつは年を取った証拠だと言われるんで、挨拶はこのぐらいにしますけどね、久しぶり、私もね元気ですかもねあんまり言えなくなってきてね、ついこの間までは皆さんの前で今日は元気ですかって出ましたけど、元気ですかって声がね、ということで久しぶりに上着を取ってやります。本当はねリングの上に上がろうと思ったんですが、上がったら挑戦状を受けたということになりそうなんで、今日は下からね皆さんにご挨拶をさせてもらってますけどね、いいでしょうか。社長、日本をますます元気にという、プロレスは師匠力道山から始まり、日本を、ね、戦後の復興に大きに、元気をつけてくれた、そんな思いも込めて、若い選手たちに一つのメッセージとして送り、またファンの皆さんもよろしくお願いいたします。いいでしょうか。3、2、1、3、ダー。
馬場の永遠のライバルアントニオ猪木が馬場の大会祭りの始まりを告げるダーを披露しました。猪木は去年腰を手術しました。万全な体調ではない中、馬場のために駆けつけました。馬場のもとに猪木が歩み寄っていった。馬場は天国から見ていたはず。あの優しい細目を見て、優しい目を細めて猪木の姿を見ていたはずであります。さあ猪木が馬場追善大会の始まりを告げました。